坂井忠隆は戦国時代の武将。松平氏の家臣で三河上野上主である。通称は正言。坂井安忠の子で坂井忠治のおじにあたると言われているが、関係などは諸説あって定かではない。松平広忠の時代から松平氏に仕えた重臣であり、広忠没後は松平元康に仕えて重臣として、 松平家の文書に署名をしているが、今川義元からは、元康と別の扱いにされるほどの勢力を持ち、自立性も有していた。A66 年になって、元康に対して挙兵し、6月には出陣した元康に、対して上野城に籠城している。通説では、三河一向一揆に組したとされているが、忠だの挙兵の方が一向一揆よりも早く。 一騎側と連絡を取っていた形跡は認められない。翌年春に元康と一行一気側義を結んだ後も抵抗を続けており、松平木によれば、その没落は永 a 六七年九月六日のこととされる。その後、忠敬は、上野城から逃亡して、駿河に逃れたと言われ、その後の行方は不明である。永 a 六元年四月二十六日付、足立右馬之助宛、 今川義元勘定平野2017年 P10 平野2017年 P9 から10平野2017年 P14 から15.27平野2017年 P50 ありがとうございます。